おいくつの時ですか？34、5ぐらいちゃうかな。油高いよな、今ガソリン、ほんあれ、あ、と。そう。ね、どんどん、油の金額高くなってますよね。はい。まあまあ、自動、この間、ボートちょっと油入れてんけどな、はい。びっくりするよな、高すぎて。な、おかしいというか、まっちゃもうんいらがな前す言っぎてたた。の、船のやつあるじゃないですか。あれ、もう、なんだろう、とんでもない価格に高騰してるから、本当に、大変ですよね、世の中の動きがね。軽油、俺の軽油やねんけど、はい。リッター150円ぐらいするからあ、そんなにするんですか？な。すごいですね。まあまあ、ガソリンスタンド、車のガソリンスタンドよりちょっと高いからな、やっぱり。ああ、そうなんですか。そうなるほそど。う。そうそう。はあ、はあ、はあ、はあ。給油証もそう高いし、はあとまあ、タンクローリーなんか読んでも、あ、はあ、はあ。あ油。れ、バカ高くないですか？タンクローリーとか。だね、からまあ、軽油大体150円ぐらいですよ。ほんで、まあ、いっぱいは入れへんねんけどな、タンクいっぱいまで入れへんねんけども、まあ、500リッターずつ、2エンジン2つあるから、500、500入れたら1000リッターでしょ？もうかなわんよな。いや、だから本当高いなってイメージしか僕ほ持ってんないまでにす油よ。高いわ、これと。だからもう本当に、僕だから油もそうですし、ガソリンもそうですけど、車運転したくないですもんね。てか運転しないですけど、しないんですけど、もし運転をできる人間でしたら、入れないし、やらないですね。もう あんまり。もうなんかもなあ、もうあの船やめてヨットにしようかなとか思ヨッっトでございて、ますか？ヨットで。ヨットやったら油ああ、持って本当いでかすんかか？ら、風で行けるからねみたいな。でもヨッ釣ト。りできへんしな、ヨットじゃどうしようみたいな。まっちゃん的にはやっぱ今日お話する釣りあるじゃないですか。釣りがやっぱりね、やりたいタイプの方ですから、やっぱりそこら辺はね、やらないと いけないですよね。ちょっと、これまあまあ、もう今年2023年、今日何日やったっけ？ 12 今月？日はですね、20日ですね。12 月20日。残り10日で今年大体終わりますね。で、まあ、ここへ来て、やっぱ、世界経済っていうか、特に G7、西側、リセッション入りというかな、景気後退がもう明確になってきたっていうのが、やっぱなってきましたよね。だなっかてら、きましたね。欧州ですよね、やっぱヨーロッパ、欧州連合、で、アメリカ、で、まあ、カナダとか、まあ、G7 ですよね、まあまあ、西側ですわ、オーストラリアもそうですよ、景気後退ですよ。で、まあ、特に、まあ、日本もそうですわな、韓国もそうやそうでな。すね。で、やっぱね、製造業指数なんか見てると、欧州の中でもやっぱドイツがやっぱ製造業なんて引っ張ってきたんですよね、今までやっぱりなるね、ほど。優秀ですから、ドイツ。で、そのドイツの製造業っていうのはかなり傷んできた。なるほど。だからまあ、需要ですよね。結局、世界需要が減速してるっていう感じですよ。で、そこへ原材料高っていうのもあんねんけども、やっぱ需要不足。で、アメリカの、まあ、アメリカっていうのは、この動画ではいつも言ってるけど、消費大国なんで、まあ、基本的には中国なんかで生産させたものを大量消費するっていうのがアメリカの経済なんですよね。経済的な構造の話ですもよともね。と生産っていうのはあんましない国なんで、金融の国ですからね。で、末端の消費っていうのがまあまあ、経済指数のすべてっていうのがアメリカなんですけど、やっぱアメリカのその末端の消費っていうのもかなり落ち込んできたんで、ああ、本当ですか。落ち込んできてます。で、まあ落ち込みつつあるって感じですからね、まだその来年はもうかなり年明けから鮮明にはなっていくと思うんですけど、まあ、そのアメリカの末端の消費がかなり落ち込んできそうねみたいなのは、やっぱ中国の生産ですよ。中中国の国生の製産。造業指数見てるとかなりひどいことになってるんで、今。どうひどくなってるんですか、中国は。いや、もう製造設備投資もしないし、もう生産そのものが落ち込んでますよ。高度成長の時みたいな感じで、その大わ量か生りや産。すく言うと、アメリカの消費が減ると、中国の製造業っていうのは落ち込んでいくわけですよ。アメリカが今じゃあ景気が悪いから。
要はアメリカからのオーダー、オーダーが中国へのオーダーが少ないってことです。減っていってるってことですよ、かなり。あ、うん、だから、かなり中国はひどいことになってきてるんでね、これ中国がひどくなってくると、アメリカもひどくなってくるってことなんですよね。あー、なるほど、ね。で、まあ、これ FRB は、前の動画、この動画では何回か言ってるけど、まあまあ、利上げはもうこれで一服っていうか、もう打ち止めやと思うんですよ。もうこれ以上上げれないと思うんですよね。上げられないですよ、ね。上げれないと思います。だから、まあ、半年ぐらいは、まあ、据え置きっていうことをやると思うんです。だから、今のところはね。だから、おそらく5月とかそこら辺で、利下げ、次は。うん。利下げ、あ、なるほどね。利下げに動いていくと思うんですよ。0.25。とか 0.5 とかな、まあまあ、利上げの時は 0.25 刻みでいったけど、はい、今度まあ 0.25 下げます、 0.5 下げますみたいな感じでちょっと利下げの方向動くと思うんですよね。なるほどなるほど、うん、はい、で、はい、これね、はい、今度利下げ動いたここのタイミングがかなりもう景気が一気に悪化するっていうところらへんですよ。景気が一気に悪化ですね、うん、なるほどなるほど、はい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 、もうだからデフレへ向かうって感じですよね。デフレですかね。なるほど、うん、今まあインフレはもうピークやと思うんですよ、これアメリカの場合は。はいはいはい、はい、うん、日本はまだこれからねみたいな感じあるけど、ね、うん、もうなんか3週ぐらい遅れてるから日本ってだからもうアメリカ利上げいっぱいまで行って次利下げしようかっていうところに日本はどうしましょうみたいな感じ日本はどうしましょうみたいな。なるほど、まあ、まあ昨日金融政策決定会合が昨日あったよね、確かに日銀ね、はいはい、うん、で、まあ、相変わらずあの上田さん何もしませんみたいな、まあ、なんか対策をしてほしいですよね。対策はしようがないんですよ、だから何回も、もうできない、うん、逆にできないって言った方が早いのか。YCC、まあまあ、イールドカーブコントロールっていうのをまだ維持すると。要は何、はいはいはい、どういうことかって言ったら、ゼロ金利貼り付けておくってことですよ。要は利上げできないってことですよ。はい、あのね、結局、日本が利上げしてしまうとな、はい、アメリカの債券が売られて、日本の債券買われるわけですよ、今度は。そうですね、なるほど。はいはいはい、そんなことアメリカがさせるわけないんで、うん、あ、お前とこはもうちょっとゼロで折れと、うん、言われてるわけですよ。で、はいはいはい、そのゼロで吸った金こっちよこせと、アメリカの経済助けろと、ね、やってるわけですよ、これもう、小泉政権ぐらいやから、バブル終わってからの小泉政権ぐらいからやから、郵政民営化とか言ったあの辺ぐらいからやから、どれぐらいになるかな、もう、はい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 、2023でしょ、30年近く、これやってるわけですよ、ずっと。なるほどね、なるほどね、日本で吸った金こっちよこせと。ね、はい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 、はい、うん、だからねこれ本当俺思うけど、我々が増税社会保険増、社会保険も上げられ税金も上げられ、苦しんでる、給料も上がらんと、ほんで、うん、企業もね景気は悪いと、はい、で、まあ、何から何まで政府に吸い上げられるという形もこれ全部アメリカから言ってるからな、はっきり結局はアメリカの方から出てる問題ってことですよね。だからな、これな、アメリカ属国やなかった、まあ、戦争負けたから仕方ないんやけど、太平洋戦争、はいはい、まあ、もうアメリカの属国じゃなくてアメリカとつるんでなかったら、はい、我々の年収ってもう3倍ぐらいになってると思うんですよ、もうおそらく本当1000万超えてると思うんですよ、平均年収。要はアメリカが止めてるってことですよね。アメリカが持っていってるってことですよ、その金を全部。ああ、それやな。うん、だから株式もそうじゃないですか。あ、まあ、株式、ね、結局だからアメリカが吸い取っちゃってるって部分。税から株式からそのあと日米安保みたいな金とか全部ですよ、もう。だからな、これやっとここで縁切れるんでね、トランプが次出てきてもう他局が向かうんで、やっとアメリカとの縁切れるってことになってくるんで、これからは逆に牛アンとったらトランプってなんか敵っぽく見えますけど、いい敵とか味方じゃないんですよ、もうそれぞれやっていこうってことなんで、うん、でトランプが言ってることはアメリカはアメリカファーストって、もうあの人何十万回も叫んでるじゃないですか。だから自分のところは自分のところでやるってことですよ、もう。はいはいはい、はい、うん、だから日本もそうなるのよ、我々は我々でやりますと。だからやっとこれで吸い上げられ構造から抜けられる。うん、俺本当思うよ、この30年でね、はい、まあ、日本の平均年収なんて500万とかそんなんでしょ、うん、どうですか、おかしい話ですね俺本当この3倍1000万ちょいぐらいなってると思うわ、日本人の平均年収って。アメリカにやられてなかったらこれ、うん、あ、平均的に上がってるってことですよね。全部くすめられていってるからな、もう、うん、くすめられてきたからな
まあ、来たっていうのが正論か。縁切れて、今まあぐちゃぐちゃになっていて、やっと縁切れて、だからやっぱり欧州連合もそうやし、はい、アメリカ、イギリスはもうもちろんそうやけど、アメリカなんてもろに衰退していきますよ、はい、もう。あの大国を維持するなんて大変なことなんでね、よそから金持ってこんと。うん、だって多い人も多いですしってことですもんね、要はね。中国なんかまさにそうですからね、あんなもん維持できるからね、金がなかったら、ドルがなかったら。それが壊れていくんでね、だからまあ、国としてはもう形、その体は成してないと思うんですよ、もっともう、州ごとに分かれていくみたいな、これは中国なんかまさにそうなると思うわ、3分割、4分割とかな。それもそれでね、まあまあ、だから結局、だから、どこ、やっぱり日本っていうのは意外とまとまってる国ってことですよね。だからまあ、最後ね、これ一回ぶっ壊れた後の次の経済なんですけど、うん、やっぱりドイツじゃないけどな、はいはい、まあ日本もそうやねんけど、やっぱ製造、製造業、価値の高い製造業ですわ。はいはい、だから、今ちょっと出てきたでしょ、フリーエネルギーの話なんか。いろんなエネルギー化は。でしょう。だから、その代替ガソリンじゃないけど、ガソリンは人工的に作ることができるとか出てきたでしょ、表に。まあ、一般のメディアで絶対やらんけど、まあ、ああいう技術革新とか、ああいうことをできるのはやっぱ日本人ですよ。あとはまあドイツもそうやけどな。そういうフリーエネルギーとか、なんていうかな、自然を壊さないで、私たちが生きていけることが、これからも製造、なんていうかな、生産をしっかりやっていけるような営みの土台となるものを作っていくみたいな、便利なもの、そういうのはもう日本人ぐらいちゃうかな、次も。あとは文化、伝統文化的なもの、これはちょっと日本人、ここちょっと改心せんとな、ここから10年ぐらいは。本当、歴史学んでね、まあ、今までのね、先人がやってきた、なんていうかな、今はもうアメリカ、はい、GHQ に消されたもの、はいはい、もう一回取り戻してこんと、次の日本はもう切り開けないと思うよ。例えば病気とかもそうじゃないですか。まあ、病気は、まさしく病気とかは、ね。医療なんてまさにそうでね、はいはい、あんなもんだから、西洋のその薬漬け、はいはい、毒ですわな、はいはい、これに侵されてたところから元に帰っていく、もっと東洋医学というより日本的なやつですよ。そうですね、だからあのガマの油みたいなやつとかな、はいはいはい、であと薬草みたいなやつとかな、ね、本当にね、だからあれ薬っていう感じ見たら分かるけど、はい、ね、楽になるってことなんで、楽になるに草冠がついてるから薬、はいはい、要は薬草っていう話ですからね、要は、楽になれる薬草みたいなもんとかな、いっぱいあるわけですよ、そんな自然の中に、だからそういうもっと根本的なところに帰っていかなあかんわな。だからあのガンみたいなやつもそうですよね、これ1949年50年あたりから一気に増えてるでしょ、アメリカに支配されだしてからが一気にこうなってるんで、その製薬会社と医療にボロボロにされてるからな今、でガンなんていうのもそのまあここちょっとね、ここは医療機関なんで、たまにそういう人らに話してあげんのよ、困ってる人おる、あの何かな、その身内ががんなって困ってますからどうしようかな、そういう相談を受けるわけよ。ただね、根本的に分かっているのは、そのがんっていう病気ってないっていうことを分からんと分かるんですよ。まあちょっと有料級のとこ話するけどな、どうぞ、はい、そもそもがんが病気と思い込んでるんですよみんな。あ、まあ、これ来年有料級のチャンネルね、あの帝王学みたいなやつやった時やりますね、はい、僕掘り下げてやっていくけど、あのがんってもうそもそもあるんですよ、人間の体の中に。ああ、もう細胞としてあるってことですかね。そう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 、だからその要はその体を正常値に保つためのものが癌なんですよ結局は。正常にするためのものですよ、要は。だから 毒を外へ排出してくれるものが癌なんですよそもそもが、大体ね、大体、だから癌と人間の体も動物もそうなんですけど、癌とは一体なんですよそもそもが。共に生きてるっていう言い方が正しいのかな。共に生きてるんですよ、共にな。はいはいはい、で、そのがんの、がんそのものの、がんそのものを殺そうとする免疫力を奪おうとするような薬なんか使うから、余計また、そのがんが有、はい、その有効性を発揮してくれないわけなんですよ。はいはいはい、がんが負けるって形になるんですよ、毒に。はいはいはい、そういう仕組みになってるんです、体って。いや、そういうもう行動が生まれつきになってるってことですよね。だからがんだけに限らず、例えば風邪とかあるじゃないですか。ありますね。あれも病気と勝手に思い込んでるわけですよ。
うん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 、風っていうのは風邪ひきましたっていうのはあれは体が何かそのストレスとか、はい、そのなんていうかな外から来る毒とかな まあ、はい、まあいろんなそういうものに対抗して対抗するから現れてる現象現象、うん、症状、熱が出るとか、うん、だからそういう根本的なところの解釈をみんなちょっと分かっていかなあかん時代になると思うんですもん。だから風邪ひいたら病気ですから薬飲みますとか解熱剤とかそんなことやるからおかしになるわけですよ。から熱が出るということは体がその毒と戦ってるからそうなるんですよ。どうでしょう？それはごもっともだと思います。はい、でしょ。だからそれに勝手に病名つけて薬出して薬売るわけですよ。それは、矛盾でしょですね。だから矛盾ですと思います、ね、じゃあ何がどういうやり方が正しいのってなってくるとその外敵とかそういう毒ですよね、入ってくる毒、はい、そうですね、はい、それと戦うための免疫をサポートするっていうことをやらないといけないんです、本当の医療サポートか、あーなるほど、ね、そうそう、いいもんの方ですよ、戦ってる軍勢の方を味方してあげる、サポートというだから、ね、だから梅干しを食べて寝るとかしっかりな、はいはい、そうでしょ、昔はそうやったんでしょ、うん、卵酒とか、ね、昔は梅干しを食べて栄養剤飲んでやるっていう時代でしたね。だから栄養剤というより梅干しが栄養剤ですから。ああ、はいはいはい、はいはい、そういうことでしょ。だそういうとこ全部ひっくるめてですよ、うん、だからなるほど、ね、塩が減塩せなあかんとかわけのわからんこと言ってるけどあれも減塩っていうのは結局そのまともな塩じゃない、塩化ナトリウム なんかもう人工的な塩やからなあれ、はいはいはい、体に悪いものこと極まりないからな。で本当の塩っていうのは体にいいんでね、いくらとっても必要なもんなんで人間の体に。なんだろう、その誤解、やっぱりみんな変に洗脳されてる部分があるってことですよね、今日はね。どうなんだろう、誤解な知識を持ってる。だからスーパーで売ってる塩が塩やと思い込んでるんですよ現代人って。あれは本当に塩じゃないってことですよね。あれは人工ですから、人工的な塩。人工で作った塩だから、本物の塩というのは違う。本物の塩っていうのは、その、うん、海水を汲み上げてきて、畑と、まあまあ土の上、うわっ、巻くわけでしょ。で、干からびたやつが真っ白になるわけですよ。それが塩ですから、うん、本当の。はいはいはい。これ、日本では製造できないようになってるんですよ。生産しちゃダメなんですよ。法律でそうなってるから。はいはいはい。まあ、これも GHQ が勝手に決めてんけどな。うんうん、ミネラルでさ、ミネラル、あ、はいはいはい、自然の本物の、はい、だから海水にあるんですよ、うん、だからな、もう何もかもですわ、そう全部が全部一時が万事、そういうところからみんな勉強し直しねみたいな、はい、あ根元のところから勉強した、俺いいな、だから俺なんかだから前ほら前の動画でも言ったけど、川で養殖するみたいな話も言ったけど、田舎行ったら俺なんか勝手に、はい、あれやからな、法律が何やろうか、逮捕されようか、俺自分で塩作ったろとか思ってるからな。わかるやろ、言ってることだから。言ってることはすごくまっちゃんらしいなと思いましたね。だからそういうことなんですよ、全部が一時が万事。うん、なるほど、なるほど、理解。何もかもですよ、発酵食品にしても、はいはい、梅干しにしても、はいはい、スーパーで売ってる梅干しなんて、ね、作り物の梅干しやねんから、はいはい、そうですね、梅干しは自分でつけるとかな、はいはい、うん、そういう話なんですよ、だからそういうところに商売としての商機もこれから出てくるってことですよ。なるほどね、ほんまもんの塩をな、はいはい、俺がじゃあその海辺でな、海辺で海水汲んできて、はい、ほんまもんの塩、天然の塩を作っとったら、はい、価格で売れるよ、はっきり言って、お金持ちには。うん、だから結局やっぱりやり方次第だもんねって話で、要は知ってる人はね、本物の梅干しなんか作った破格で売れるよ、うんうん、そういう話なんですよ、だからいいものを作れば、だから先はもう商売ひっくるめて、生き方ひっくるめて、いろんなことができるし、商機があるし、楽しんでいこう、うん、だからそのためには田舎的なもん大事よねって話になるんですよ、だからやっぱ。ああ、今都会でできへんからな、こんなこと。まあそうっす、無理っすね、はい、そうやろ、家の庭で塩なんて作られんからな、はい、そうですね、それと、ね、海水の水もあかんしな、汚いしやろ、だから田舎と二刀流ですよ、二刀流、二刀構えていこうぜ、ね、うん、
田舎の家とか土地なんか安いんやからな、はい、川は漏れなく無料でついてきますとかな海も無料でしょ、まあええわ。でまあそのまあまあ今日はニュースは、FRB は来年の、はい、そうね5月6月ぐらい利下げしてくると思うんですよ、はい、でそのあたりで日銀は利上げになってくると思うんですよ。少し 0.25 2回やれたらレートがいいと思いますわ。そうすると日米の金利差っていうのが縮まっていくわけよ。縮まっていくと今度は日本国債が買われるっていう形になってくると思うんですよな、うんうん、でアメリカを売り浴びせられるっていう形だからアメリカ先 さよなら消えますみたいな、はいはい、まあ、それと同時に欧州も消えますみたいな、はいはい、そんな感じちゃうかな。でもその頃には中国も、okay. はいさよならみたいな結構さよならが多いですねそんな感じになってると思う、okay. だから来年はちょっと世界 経済全部後退、はい、夏以降はなるほど、なるほど、オールリセッション入りって感じだかな、はい、うん、全然関係ないですけど、その海外のニュースでちょっと似たようなことで、まあ、経済とは全く関係ない、まっちゃんにとってはそこまで専門外のところですけど、プーチン大統領とその同じ AI さんと対話があったらしいです。ああ、やってた、見た。あれ、見ました？あれ、おもろいっすね。やっぱり、海外の方がいいっすね、自由で、やっぱり、日本はね、硬いよ、やっぱり。今ね、はっきり言うけどな、はい、ロシアの方がな、はい、民主主義やろ。ですよね、ロシアの方が、なんだろう、自由やろ。自由しだし、食、なんか、なんだろう、やりたい放題やさせてますよね。日本はな、日本ダメだなと思いましたよ。アメリカ、日本、欧州連合は共産やからな、今どっちかやったら社会主義国家やからな、うん、情報統制、ね、それもそれでどうかわかんないですけど、本当に悲しい話ですよね、本当ね。そう、ロシアは自由主義の国家になってるからな。だから本当にロシア最高じゃないかって僕はリサーチしてて感じましたよ。寒いか。いやいや、その寒いのは除いてですよ。あ、いや最高な国だな、いい国だなと思いましたよ。いや、こう最新技術をね、大統領が自ら率先してやらせて、ああいうことさせてくれるのはいい国だなと思いましたよ。うちは、俺の僕から見ると。まあ今はちょっとおおらかなんでね、あっこは。昔はね、うん、昔はちょっとね、今はもうな、だからやっぱりね、はい、一国の首相というか大統領というかトップというかな、はい、その人間の考え方次第であれぐらい変わるわけでしょ、国みたいなもんって。やっぱり国ってトップだから簡素にもうちょっと頑張ってくれていいなっていうのは。上がまともやったら下もまともになるのよ、会社も一緒だ。上が文句やったら上だから、上がだらしないと下もだらしなくなるのは人間の差がだって。エネオスの社長みたいになね、人間の差がだなと思いましたよ。それはすごく自分の中で、ああ人間の差がだな、ダメだなっていうのは感じました、はい。はい、じゃあ今日は釣りの話行こうか。行きますか。もう抹茶の、写真もダウンロードしたんですけど、何からお見せしていいのかわからないんですけど釣り画像いっぱいダウンロードはしましたけど、俺なちょっと釣りの、これ釣りの話は3回に分けよう。ああ、じゃあ今日1回目、来週1回目、で年末年明け、明けましておめでとうで回、年末年始のお正月スペシャルとして3回に分けて、ね、話ありすぎて、もうこれ。じゃあ、どこから話します？いや、なんか動画見せた方がいいですか、先に。いや、まあ、だからな、はい、ちょっと考えてたのよ、釣りのことを思い巡らせるというかな。どこ行ったとこ、あそこ行ってな、ああやったことこうやったとかいろいろ考えてたんやけど、おいいっすね。もうね、思い出せないわ。どういうこと？本当。でもまっちゃんはもうそのなんていうのかな、でね、スペシャルな人じゃないですか。でね、うん、俺それしみじみと思い出してたんやけどな。はい。いやー、俺、好きなようにいい人生生きてこれたよねみたいな、自分でもこんな生き方。自分を客観的に見るとこんなやることやっててよかったんだ、はい、みたいな。ああ、まあでもなんか、でもなんだろうな、まっちゃんの経歴とかももう1年以上こう話させていただいたりしてますけど、やっぱり釣りがなければまっちゃん生み出されないじゃん、今のまっちゃんいないじゃないですか。でもやってることって知ってるだけで釣りをしてるだけなんですよねと思って、おもろいなって思いますよ。だから多い年はやっぱり年間のうち半分ぐらいは外国おったからな、
でもやっぱりそうですけど、やっぱりワクワクドキドキ情熱持ってもそれだけやってる時の時間が超楽しいっていう状態じゃないですか、常にマックスで、やっぱりそれってもう人生においてもそうだし、まあ今が僕 AI とか動画がそれですけど、やっぱりもう時間が忘れちゃいますよね、やっぱりね。まあ本当、なんていうかな、この釣りをさせてもらったおかげで、なんていうないかな、俺も言い方悪いけど、普通の人の 10回分ぐらいも来たからもう十分よねと思ってるから、そのなんか、ね、何回も何回もその行く行く、なんか恐怖、まあ恐怖っていう言葉っていうのはちょっと失礼かもしれませんけど、何度も何度も恐怖をね、味わってるんじゃないですか、銃口を向けられたとか殺されかけたとか死ぬ、でもそれ以外に毎回挑戦するというか毎回行こうとする意志って何だったんですか。やっぱ釣りたいから、単純に釣りたいっていうのは大物を釣りたいからっていう感情なんですか。大物を釣りたい、まあただね、まあ商売になってたからな俺の場合は。ああ、まあもちろんその釣り竿を、うん、大物を釣るイコールその釣り竿のテストとかルアーのテストとか、うん、でまあそのプロデュなんていうかな、プロデュースみたいなね、広告広報、はいはいはい、いうのをもう多分に兼ねてるんだ、半分以上、うん、88割そこやからな。まあ逆にやればそのやっただけの成果報酬っていうじゃないですけど、やった後の結果がもう見えてたからやっぱりやる気になれるってことですよね、やっぱりね。いやそれででかいの釣りは、前も言った、前回の言ってたよね、世界の大金持ち。そこが要は自分の好きなことと実際の結果をミックスさせるっていうのはそういうことで、結局どんな困難なことでもそれを達成すれば見える未来がきちっと見れてれば、それは別に何をしてもやれるってことですよね。それはあくまで今回は町の場合は釣りであって、まあ、何度も死にかけたけど、それによった結果が手に入る、もう要はワクワクと両方手に入るっていうのが大きかったってことですよね、やっぱりね。そうなんですよ、だから自由に生きさせてもらったよ。まあ日本におる間はな、その工場を回って、はい、そのああしてくれこうしてくれとか打ち合わせとか、うん、でまあちょっとした仕事みたいなな、会社の仕事。でもそんなになんかでもこっちにいる時の負担っていうか心の負担はないじゃないですか、あんまりね。やっぱな、全然ない。ただだって売り上げという概念がないでじゃないですか、そもそも。あるよ、あるけど、はい、肌から見るとなんか上半身裸でいつも半パンでブラ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 草履履いてしてる遊び人みたいな、うん、こいつ何してんねん毎日みたいなんだけどあの何も知らない人はそうですよね。要は売りその仕組みをそうと意外とね、あの面白いのがちゃんとシーンとスーツ着てるやつの方が微妙で、なんかよくある銀座とかにいるあの T シャツ1枚パンティ1枚の人の方が意外と金持ってたり大金持ちだったりするのって世の中の地域ありますからね。まあ釣りが仕事ですって言ってもはぁみたいな。でもだからビジネスモデル分かんなかったっすもん。何で、まあ、ルアーでそれをプレミア価格やってそれを1000万でも1億でも買う人がいるっていうのであればそうだよねって思います。やっぱ価値を提供で、その価値に魅力を感じてればいくらでも、その本の話も面白かったじゃないですか。結局1億でも1000万でも500万でも本は買う人はいるよっていうのはその通りだなと思ってるし、本当に。まあどうしようかな、釣りな、俺のだからやっぱそうやな、だん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 前釣るだからじゃあ1回目の本当に初期何もじゃあちょっと、一個一個整理していくと、まっちゃん生まれた時からシリーズ。いやそれはやめときましょうまっちゃんの生まれた時みんな誰でもあんまり興味ないと思うんですよ、まだおじいちゃんに竹さんもそれはあの足よって釣り、今回ほんと釣りだから釣りにしたいんですけど、じゃあ釣りを初めて行ったのって幼い頃いつなんです、何歳なの。3歳ぐらいじゃん。あ、3歳で釣りだったんですか。おじいちゃん、それはおじいちゃん連れられて釣りなんですね。ああ、そうなんだ。それで、それはまあ行くじゃないですか。で、どこでその目覚めたというか、要は船に乗って釣りしたいなと思ったんですけど、なんかあるじゃないですか。僕であればその AI を今やってますけど、AI っていうのはやっぱりなんだろうな、自分の好きな IT と映像を組み合わせて楽しいなって感じたのが本当に今年の9月のターニングポイントでやりだしてましたけど、わっちゃんはどういうきっかけでなんかそのまあ岸岡から釣るのはな、小学生の時も中学生の時もまあまあまあやってますよね、うん、まあ、でまあちょっとこう大人になりなるみたいな、20歳過ぎてくるみたいなぐらいからな、はいはい、なるほど。まあこれは岸釣り
やけど、まあ、鹿児島の、はい、鹿児島の花トカラ列島の離島みたいなとことか、沖縄の離島みたいなとこ、うろ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 、なんかこう、寄捨て人みたいにうろうろしてたよ。はい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 。ほんで、まあ、その後船からみたいなな、24、5歳ぐらいから船、漁師さんの船乗せて行っても釣りする。じゃあ、その、初めて海に出たのって何歳だったんですか？海っていうか、その、今までは陸だったじゃないですか。要は幼い頃は陸から釣ってました。で、こう釣れて、あ、釣り面白いなーと思って、本当にその船乗って、要は海の世界に出たの。24、5歳ぐらいじゃん？おー、それは、なんかきっかけがあったんですか？自分が自ら行く感じだったんですか？釣りたいから。あー、やっぱり、原動力が釣りたいっていうのに限るんですね。まあその頃はな、その頃はまだそんなね、そのブランド持ってないからな、ただ単に釣りたいだけ、遊びで釣りたいために行って、それはエピソードじゃないですか。で、24、25で釣って、初めての釣り時はどういう気分だったんですか？要は皆さん初めての体験になるじゃないですか、それって。要は海に出てって、うわ、もう釣れた時のアドレナリンなんてもうたまらんよ。アドレナリン出まくりみたいな。なるほどね。やっぱりその時の興奮だったりとか、その時でビジネスについて全然考えてないですよね。そうやな、考えてないな、全然な。単純に遊びで行ってたってことですよね。うんうんうん、これは皆さんやって、例えば、スノーボーだったりスキーだったりとか、そういうの好きな人でも行って遊んでるようなレベルですよね。そういう感じでいいんですよね、若い子の。そんなのレベルやな。どこか、いや、それが何回目ぐらいから、そのビジネスっていう思考に変わってきてるんですか？釣り具屋に働きに行ったんや。あー、なるほどね、うん、釣り関係の仕事をやるようになったんですか？そうそう、ね、釣り具屋に働きに行ったんですよ。それは、何回ぐらいで行かれたんですか？要は、釣り、あ、それもその辺よ、その辺その辺。要は初めて行って大体具体的に何回目ぐらいって覚えてます？あ、こんなのやって、いやいやいや、もうその辺では釣り具屋で勤めてますよ。あ、なるほどね。もともとやってて、まあ、違う会社員やってて、まあ、釣り具屋に。会社員はやったことないけどね。アルバイトやってて、で、釣り具で働きながら海に出てたんだ。俺、会社員やったら大体1日でやるんだ。それではさ、釣り具屋その辺からやってるってことは、まあ、本当の、まあ、01ビジネスの時は、まあ、何も考えずに釣りしてる。だいたいやったんですか？だから、スノボ好きの人が、そういうゼビオで働くみたいなもんや。あー、もうその時からじゃあもうある程度のその釣りの中とか売り騒いでるのはよく分かってたってことですね。もう分かって、だから釣り業界に入ってるわけよ、もうその辺。あー、前提条件としてそれは分かってたんだ。なるほどね、はいはいはい、うん、でそっから独立やな、はい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 、メーカーやな、メーカー作って釣り竿を作ってるわ、作ってる、うん、まあだから外国へ行き出したのは30歳過ぎたぐらいからじゃん。そうなんですか、うん、若いです。若い、意外と年ってからなんですね。お、30手前ぐらいちゃうかな、うん、ですよね。なんでそのだってから20年ぐらいだったら20代から行きそうな雰囲気があったと思うんですけど、なんでまた行かなくて30代だったんですか？それはお金ないやん、そんな。あ、そういうことか、金の問題か。それは行く場所と行く日数とあれによるけど、はい、な、はい、40、50万は最低かかるから、ね、安くても2、30万かかるから、もう高いとか200万とか300万かかるからな。じゃあ、要はお金の担保ができるのが30歳以上じゃなくて難しかったかなってこと、ね、30手前ぐらいちゃうかな。うん、俺でも、それでも極貧やで、全部。借金作りまくっていったからな、俺。やっぱその時。そうだったんだ。うん、じゃあ、じゃあ意外とその時の借金ってどれぐらいだったんですか？3000万ぐらいあったんじゃん。もうマンション一棟買えるぐらいの金額じゃないですか。うん、釣りのために。あ、釣りのために3000万投資してるんだ。投資というかアホかみたいな。いや、もう投資でしょ、これは。だってまあでも逆を言えばですよ、狂ってるやつ。世の中に言うとこんな偽善だってけど、やっぱり金かけないと人生変われないっていうのはそういうことですよね。だからなんかあるやん、なんかなんかにのめり込ん、例えば何があんのよ、そういうやつって。いや、でもありますよ、普通にサーフィンでもあるし。あれ借金だらけならんやろ、別に。海の上漂ってるだけやから。はあ、釣り金かかるからね。まあまあまあ、でも本当に自分が好きな映像もそうですけど、作品を作ろうとすると機材が必要なんですよ。そうすると、まあ、借金だらけっていうのはないんでしょうけど、その機材を購入するための機材は、高い膨大にかかりますよね、うん、まあ当時からしたらな、うちの両親からしたらな、言われたよ、まともな仕事つけと、もうちょっとと。
まともな会社入ってまともな人生送れって言われた、まあ特にまっちゃんの世代はそうでしょうね。だって今みたいに SNS で稼ぐって概念ないじゃないですか。今はまだ少しは。いや違う、そうじゃなしに、なしに。その当時の話だからもっと大きい会社ですよ。そういう安泰のね、なるほどね。安定した会社入れとか言われるよ、はいはい、そらやっぱ心配するからな、親も。まあ親はそうや、心配するよね。釣り場赤いってフラ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 してんねんか、こいつなんや思ってるからな。まあでも、ねえ、言っちゃ悪いけど、そこからまっちゃん10年ぐらいしたらなんかブレイクしたよ、みたいな。そうですね。この怒り具合が生きてきましたね、みたいな。おかしいですよね。うん、えおかしい怒りぐらい、ね、だからな、人生なんてどこでどうなるかなんか分からんのよ。でもやっぱり挑戦をして挑戦をしていくっていうのは大事ですよね。いやだからいつもこれ前回も言ったけど突き抜けるってことですよ。だからだから結構いかれた部類なんですよこれ。やっぱやっぱりそうです、ね、見てる人も思ってると思う。移動して3000万借金して釣り行こうかも。いや3000万って後だけ考えずに釣っててもうそこで死んでいいって書くなんて相当な神経じゃないですか。普通の神経じゃできないですよ。だから突き抜けるんですよ、うん、そうするとな、わだつみ、わだつみってわかる？わかんないです。なんすかそれ。わだつ、海神って書いてわだつみって読むんですけどね。海の神が宿るの、やっぱそこまで行くと。あまあね、要は、いやまあそれは何事にもなんかそういうのはありますよね。まあ職人芸ですよね、逆に言っちゃうとね、そこね。そうだ、それ職人やろ。職人芸ですよ。だから釣りって俺から言うとまっちゃんやってることって遊びだって思う人もいるけど、職人だよねって思いますよ本当に。これ今日の話ちょっと喜んでると思うんじゃ、まっちゃんそんな極貧やったのみたいな。まあね、いやみんなね嬉しいですよ。だって俺も今日ちょっとびっくりしました。意外とあまっちゃんってその大量に借金して大量に苦労して、そりゃ2、3回結婚して別れるってことするよなと思いますけどね。俺そっちの方がね、さっき言ったけど俺人の10回分ぐらい人生送ったからもうええかなと思って。だから逆にまっちゃんって何事にも優しいんですよね。要はいろんなことを経験してるからこそ、要は無駄なことでまだ怒んないじゃないですか。あ、愛ちゃんが寝坊したとかな。そう普通のね。いや寝坊は良くないんですよ。え、でも寝坊は良くないんですよ。要は僕もあの社会人として良くないのは笑って過ごせない問題じゃないんですけど、相手の時間を奪うことなんで。ただそう置いといて、その対応の問題ですよね。まあ、はい、だから突然ね、ブランドを作れて、突然その商品が売れて、はい、突然でっかい魚釣れたわけじゃないんですよ、はい、やっぱそういう過程があってね、はい、でまあ好きやった、まあ好きこそものの上手なれっていうかな、まあ、好きやから継続できたっていうの、そうそう、だからいやーでもね、本当好きっていうのは大きいね。まあ、やってたらこれが俺の生き方だみたいな、だん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 なってみたいな。でまあ世界話を戻すと、じゃあ20代の時はまあその家具屋で働いて、その釣り具で働いて、まあやっていくじゃないですか。でそこからもうビジネスのことを考え出したってことですよね、要はね。ビジネスのことを考え出す前に、はい、大きい魚を結構釣っていったんですよ、俺、実力的に。具体的に大きな魚を釣っていったっていうのは、何を見て大きな魚を釣ってきたんですか？まあまあ、要は世界基準でいうワールドレコードクラスみたいなやつを釣っていったわけですよ。あ、そうなんだ。まあ、分かりやすいだれで、ね、そうしたら、はい、そういう、まあ、日本のマーケットの中もやけど、はい、世界のマーケットはこの俺のやってる釣りのジャンルでは世界のマーケットの方が遅れてたんですよ。後発やったんですよ、アメリカが、全部、うん、日本が最先端やったんですよその当時な。なんで？まあまあまあ、それはええねん。その要は道具からな、釣りの糸からルアーから道具から日本が最先端やったわけ。日本が切り開いた釣りのジャンルやったんですよ。かな、そうなんだ。すごいね、昔ながらの釣り方っていうのは世界中あんねんね。でも世界の中でも日本が最先端 で、うん、で日本人もみんなそういうその釣りのジャンルにのあの趣味の人が増えて流行ってたわけな。で日本がそういうなんていうのかな、でそのあたりぐらいから Windows、うん、Windows が出だしたわけよ、インターネットで。あ、懐かしいですね、 Windows ね。インターネットですよ。
インターネット懐かしいですね。この辺りでインターネットが世界中つながってきたわけですよ。はいはいはい。で、俺が30歳過ぎぐらいの時からもう世界中のマーケットが、マーケットというか、俺らがやってるような釣り方ででっかい魚を釣ってるのを、世界中の人たちがネット環境ができて見れるようになってきたんですよ。ああ、そうなんだ。この辺りから、うん、あの、有名人になったんよ、俺。方法が少ない。釣り具が先じゃないからな。うん。要は、まっちゃんが自身が有名人になっちゃったんだ。なるほどね。で、ほうほうほう、その人同時にその辺のあたりで自分が使う釣り竿なんかは自分で作りたくなってくるわけですよ。自分が使う。まあまあ、それはそうだよね。だって。自分がブランドを持った、自分がブランドかなったってことですよね。いや、要は既存で売ってるもんじゃ満足できへんって形ですわ。ああ、なるほどね。もっとでっかいやつを釣るためにはって言ったら、もっとええもん作らなあかんわけですよ。ああ。だからそれが世の中にはないわけですよ。ないから自分で作ってまいみたいな。ああ、なるほどね。おもろいな。それ、マッチャンプおもろいわ。ほんで、日本のメーカーの材料屋さんとかな、いろんなものと協力して、そういうものを作って、自分のところのブランドにしていったわけですよ。だから釣り竿を作って商売の前に俺自身が有名になってきたってことですよ。やっぱり要はまっちゃんブランド有名になってたのはまっちゃんブランドっていうのがもうまっちゃんがっていう存在をみんなに見てもらった、認めて、まあ言い方悪いけど認めてもらったってことだよね。そんな感じ。要は物を売るんじゃなくて、まず自分自身をとがらしたってことね。そうそう。なるほどね。で、はい、それを俺自分が今度自分がまた作ったとがったもんな。うん、尖ったものを作るんよ。で、その尖ったものでまた外国人って今の用語で変えるとインフルエンサーになったってイメージだよね、多分ね。自分がな。そうやね。今で言うとね、多分ね。それがオフライン上のインフルエンサーになってもったなったから、要は船イコール海に行くっていうと、まっちゃんというスーパースターがそこでできたってことですよね。まあまあ、ネットっていうのはマガジンとかな、雑誌とか、雑誌載ってた、世界中の取材来とったからなよ。ちなみに、その有名になる過程として、どれくらいのタイミングで、この例えば、人のグラフって、まあ、こうやって優勢みたいな感じで、ぐって上がるタイミングってあるじゃないですか。まあ、必ずターニングポイントって言われてるところ、うん。そこの境目のやつっていうのは、いろんな釣りでタイトルを取ってましたと言ってましたけど、どこだったんですか、それが、一番は。で、突然よ。あ、そうなんだ。うん。はあ、例えば、突然っていうのは、なんだろう、どういうきっかけがあったんですか？元から、だから、うまいんちゃう？言ってることわかんないっす。うまいんちゃうって自分で言われても、俺、わかんないんですけど、どういうこと？元からセンスあるんちゃう、たぶん。いや、それは、まあ、釣るセンスでしょ？ただ行く数が半端やないじゃないですか、借金から何から。あ、いや、まあ確かにその行く数ってのはごめんなさい、今あんまり聞いてなかったんですけど、年間で1ヶ月、いや違うな、1ヶ月単位じゃないな、海に住んでたのって、その当時やったら30歳過ぎぐらいやったら年間3分の1ぐらい海の上おるんじゃ。年間3分の1か。じゃあもう上、海の上で生きてる感じか。まあ、もその後だから油ノリノリブランド売れまくりみたいな時って半分ぐらいかな、もう日本におらんからな、ほとんど。そういう時ってごめんね、YouTuber で P 入れるかもしれないんですけど、その抹茶にもう男じゃないですか。男ですよね。ってことは、まあ盛んきの20代の頃とかだったら、まあ女性を求める可能性も高いじゃないですか。それどうだったんですか、抹茶自身。あんまりないな。あ、ないんだ。うん、あ、そこはもう釣りがもうまっちゃんにとっての王道だから、もう釣りがある意味釣り恋したみたい、恋してた感じなんですか。それどっちが選べって言ったら釣りやろ。あ、はい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 。あ、もうそれで分かりましたわ。やっぱり人間って三大欲求あるじゃないですか。まあまあ性欲もあるし、食事もあるし、まあその睡眠っていう三大欲求あるじゃないですか。それって三度の飯より釣りが好きって言うんですよ、釣り人は。ああ、その領域か。釣り吉三平って知ってる？え？釣り吉三平っていう漫画。あ、なんか僕それは一応知ってます。名前だけは存じてます。俺らの世代のみんな読んでたけどな、あれおもろいな、はい、あれ。釣り吉三平やだから。はいはい。
うん、サンドの飯より釣りが好きですよ。あ、じゃあもう本当に釣りを愛してたんですね。寝る間も惜しんで釣りしたいみたいな。あ、じゃあ俺が今パソコンで寝る間を惜しんで AI のやつやって寝坊しちゃうのと同じだな。だから釣り人に三大欲求当てはまらんよ、はっきり言うとくけど。あ、当てはまらないんだ。はい。 もうあれはもう、あれはもっと俗人的な話ですよ。なるほどね。三大欲求は、まあ、じゃあ、いや、あれを超えちゃってるってことなんだ。おもろいな。1に釣り、2に釣り、3に釣りですよ、もう。いや、おもろいな。それは成功するわ。うん、でも、今の人たちって、あーだこうだってそこまで言い切れる人ってなかなかいないよね。だから、これ見てるな、女性、まあ、まだ未婚のな、女性なんかおったら、釣り好きなやつと結婚したらええよ。浮気せえへんから、絶対安心やろ。本当だよね。いや、まあ、だからなんだろうな。釣り好きなやつは、本当に。あの、違う女の人と浮気はせんが、魚に浮気するけどな。まあ、魚に浮気するけど、魚命やから。それは。いや、だって対象が魚でしょ。魚なんて浮気さんかわいいじゃないですか。だからほんま、ね、そういう人おったら、釣り好き見つけたい。まあ、ある意味、あの、人間じゃないのに、恋してる人たちの方が絶対浮気しないでしょうね。動物好きだったりとかもそうですし、そういうサファンナとか、ああいうところ好きだったの、うん、冒険家とかね。もう冒険行くのが好きだから女には浮気しないじゃないですか、やっぱ。うん。ああ、なるほどね、うん。ただ、言っちゃ悪いけど、言い方悪いけど、外人にモテるよ。モテたからな、俺。もう今はあかんけど、年いったから。若い時は。まあまあ、フィリピン人とか、ベトナム人とか、中国人とか。それはだって、なんだろう、あの日本人って、そのおとなしい民族だってみんなにイメージされてるじゃないですか、結構、うん、そのおとなしい民族がはみ出て外出るだけでモテるんですよ。それはわかります。要は思考がちょっと外国人の方が日本人ってモテるんで、やっぱり日本側、あの、ある意味いい国じゃないですか、めっちゃ、まあね、めっちゃいい国で、なおかつなんだろう、礼儀正しいから、まあそれだけで海外の人に比べると基準値が違うので、それはモテるに決まってるんですよね、とは思いますけどね、やっぱりね。うん、まあだからその当時、まだ俺が30過ぎぐらいの時も、その YouTube みたいなものがなかったから、ないですよね。だからネットで動画配信っていうのがなかったんで、はい、その認知されるための広報っていうか、広告みたいな、広報戦略みたいなやつは、まあ DVD やったわな、やっぱな。DVD なんだ。DVD が世界中に売っていったわな、やっぱな、釣りのな。いや、おもろいですよね、本当に。うん、で、まあ行くときはその自分で地球儀見てな、地球儀と海図広げて、はいはい、次ここ行くか、ここ行くかとか言って、で、まあネット環境がその当時あったんでね、うん、そういうところにこうコンタクトしてな、はいはい、だから基本的にデンジャラスゾーンみたいなやつが多いっていうのは、はい、やっぱ誰も行かんとこ行かんといかんから、人が、そうですよね、それは僕もその通りだと思います。誰も行かないところに挑戦をしないといけないのは事実あるなとは思ってます。人が入ってないとか行かなあかんからな、法律もへったくれもないようなところ。ああ、それはもうごもっともだと思いますね。だから法律とかな、やっぱ。はいはいはい。だから、いやでも面白い。やっぱりまっちゃんのその経験って、やっぱりおもろいなって。だから結局、だから自分がインフルエンサーになった、だから要は、ずば抜けてやってましたが一番ですよね。だからそれでマガジンに載るようになって有名になりました。まっちゃんブランドが登場しました、まあ、そこで釣りを作ろうとしましたってことですよね。うん、うん、そんな感じやな。うん、うん、そこで一番なんだろうな、今ですよ、今振り返ると、センスが良かったっていうのはちょっと皆さん納得できないと思うんですよ。センスの問題っていうのは、センスってある程度その納得いかないと思うんですよね。もうちょっとなんかないですかね、そのセンス以外の。いや、センスよ、マジで。まあ、でもセンスに関しては誰でも、なんだろう、100回とか1000回やれば、1万時間やればセンスならないよ。え、どういうこと、え、どういうことでならないの。釣りはちょっと違うと思うね、やっぱ。釣りに関しては、何個も言う、ごめんなさい。僕の中で、センスってクリエイティブの人間だから、クリエーションするっていうのがセンスっていう感覚になって、クリエーションするよね。要は、センスっていうのが、何度も何度も何度も挑戦して、それで、ある程度そういうデータベースが出来上がって、編み込めればセンスがビッグカレー出てくるっていうような概念が聞こえたんですよ、クリエイターの。でも、まず、釣りのセンスっていうのは、直感力のセンスっていう意味、自然相手やからな。
だからまあ俺の場合はその道具を売るための釣りというか遊びの釣りやけど、漁師も似たようなとこあってな、はい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 、下手な漁師は下手やからな、どんくさい漁師は何回やったって。だから生き物相手やから生き物のことを分かってないとダメよ、やっぱ性質を。ああ、要は生き、だから生き物の気持ちを理解して、なおかつ生き物がどういう時にどういう行動を起こすかっていうのは自分の中で感じてます、言ってましたもんね、感じて、要は海と対話をするみたいなもんですよね。あとはだから獣の匂いで分かるよ、やっぱり、まあ、獣だな、獣だな。あ、匂いですよ。でもそれはある意味、まっちゃんの潜在能力もそうだけど、もともとある洞察力だったりとか、要は周りとのアンテナは常に立っているから、それができたってことですよね。まあ、それセンスとか生まれつきの才能ですよね、そのレベルって。あ、これはあると思う、絶対に。だよね、要は、うん、幼い頃の生まれ育った環境もそうだし、もともとの性質、やっぱり人間の脳科学的に言うと1歳から3歳の間に物事決まるって言ってるじゃないですか。それはな、じいちゃん漁師で親父も漁師やからな。それは当然ですよね。そうなるわな。だから要はフィギュア生徒のああいうすごい子たちが、もともと両親も選手だったりとか、政治家ももともとそういう政治家だからなりますので、同じ権利じゃないですか、正直言っちゃうと。まあ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 、似たようなもんやな。ですよね。だからそれに対しては真似しろってのは無理だけど、ただ明らかに思うのは、昔からやってること、昔から得意だったことを大人になって生かしてるよねっていうのは、成功する大原則なんだろうなってすごく感じますよね、やっぱり、ね、多分そうやと思う。三つ子の魂100までって言うんでね、うん、僕だって、僕もだってアーダー高台って昔、いや本当に祖先を見ると、親戚のばっちゃんじっちゃんはなぜか学校の教員やってますから、やってたりとかするんですけど、うん、そんなやつが今 AI の先生とかやってるわけだから、あ、うん、やっぱりそういう繋がってるよねっていうのはすごく感じてますね、やっぱりね。だから、うん、運命というか因果というかな、うん、やっぱあるよそういうもんって。それはみんな否定されるし、絶対嫌だって思うかもしれないんですけど、まあそれこそ帝王学じゃないですけど、やっぱ天から下るものっていうのは 100% ないとは言い切れないよねっていうのは。やっぱ遺伝子の中に組み込まれたもんって、組み込まれてますよね。だから結局、だからそこが反抗して自分でその遺伝子を切り開いてやっていくタイプと、それを純粋に認めてやっていくっていう、ね、2パターンいるけど、まあ、結局そこに落ち着くんだろうなってのは思いますよね。まあ、あとは自分発見がみんな大変だけどっていう。この間奥さん 2,3 日前奥さんに、生まれ変わったらどういう仕事したいみたいな、どういう感じで生きたいみたいな、何回生まれ変わっても俺漁師がええわみたいな。まあ、でもそう、そりゃそうよねって言われた。まっちゃんの場合は、何十回生まれ変わっても、昔なんかよく僕神社関係今やってると感じるのは、昔要は釣りやりたくてもできなかった人の集合体の生まれ変わりなんじゃないかと思いますけどね。いや結構あるらしいんですよ、結局人間って、まあ、輪廻転生してどんどん生まれ変わるっていうふうによく言われてるじゃないですか。その時に、今やってることって実は過去できなかったことを集大成が今やってるってことなので、まっちゃんはもしかすると祖先とか見てると、釣り歩きたくてもできなかったから全部その思いがまっちゃんに行ったんだろうなって思いますけどね。まあ自分よりね、10歳20歳年上の人とよう付き合い、やっぱおじい、今で言うおじいちゃん風の人だと、はい、な、今でもたまにあるんですけど、いやーおたく、人生歩みましたなって言われるから。いやー俺なんかでもそのまっちゃんと同じ人生やれって言っても無理っすわ。だって怖いもん、釣りが、うん、釣り怖いよ。だってあんな死ぬ覚悟したもので1回だけでも行かなくなるよ。でもその中でいや行く俺行くやるって言って、何度もやってるわけじゃないですか。で人間と一緒に行くんですよね。まあそうそうなんと思うで。俺拳銃やな、いわゆるちっちゃい銃やったら17、8回、もうちょっとあるんじゃない、頭に突きつけられたはあるからな。あとマシンガンとか機関銃、自動小銃なんて言ったらもう4、5回あるからな。もうそれ、あるっていうことは、もう日本って幸せな国だなってつくづく書いてると思いますよね。で、まあそのたんびに、まあ海賊みたいなやつがやってきてな、自動小銃向けてくんねんけど、まあ大体物取り、パスポート取ったりカニ取ったりすんねんけど、はい、ドル取ったりすんねんけど、俺の場合は
取られへんからな、ウドワーと釣り竿持ってるから、はい、それなんやって聞いてくるわけよ、みんな、うん、コーストガードって分かるよね、はいはいはい、あの海上警察、これ悪いからな、あいつら、はいはいはい、国によっちゃ、まあまあ、海賊の場合でしょうや、はい、イエメンなんかでな、はい、海賊寄ってて俺らが釣りやってる道具見てな、それなんやって言うわけよ、ちょっとこう自動小銃向けられてるわけよ、俺ら、ちょっと待て、ちょっと待てと、今からちょっとやったらちょっと待てと、で俺ルアーバーって投げてな、うん、でっかい魚バーンって釣ったるわけよ、うん、ほんなら海賊がな、自動小銃受けて向けた海賊がみんな小銃下ろしておーって喜ぶわけよエンターテインメントでしょ、もういやほんまやで、どこ行ってもこうやで、このパターンやでおーって喜ん でそのルアーくれと、ルアーな、その魚を釣ったルアーくれと、いやこれやると、ほんならもう喜んで、あ、さよならありがとうみたいな感じで帰っていくからな。でも結局釣れないよね。ルアーだけじゃ釣れないじゃん。そう、釣り竿取られんかってラッキーみたいな。ラッキーみたいなね。このパターン多いよ。だから釣り、要は言葉通じへんかったもエンタメは通じるみたいな。いや、そこをなんだろう。緊張感ある中で、エンターテインメントをできるまっちゃんはセンスがある。そう、だから俺、あれイエメンなんかドイツ人とも言ったしロシア人とも言ったしイタリアのやつとも言ったけど、やっぱ俺重宝されるかな、松田にすごいって喜んでくるから、あそこでもし釣れへんかと打たれてるもん、でもそのなんだろうな、その釣る直感能力と多分本当に神が宿ってるんでしょうね、うん、愛されてるってことだと思います。毎日の習慣って何かあったんですか、まっちゃんの中で。その海を出る時の毎日の習慣って、例えばその前も聞いたかもしれないんですけど、そのまあ匂いだって感覚があるじゃないですか、必ずこれは癖としてやってたっていうのがあったりします。おみき、あ、世界中どこ行くのにも俺日本酒持っていくから、必ずお酒を持っていくんですか。そうそうそう、でどうするんですか、お酒を。お酒を海に撒くんですよ。海に撒くの、ペアって、うん、そうそうそう、清めるんだ。そうそう、清める。うわ、すごい、なんか急に神事のことやってるじゃないですか。海の神なんか いないっていう風に言ってましたけど、ちゃんと海にやってスタノオ様を祀ってるじゃないですか。あだっこだ、やっぱお参りしてるよ、ちゃんと。ですよね、だって、うん、海にお酒まくってことはスタノオの人に、まあ、海の神様のスタノオに関してこう感謝をしてるみたいなもんじゃないですか。そうそう、感謝というか、まあ、よろしくねみたいな、よろしく頼むわっていう感じで。そうそう、そんな感じ。なあ、結局やってるじゃないですか、神様のこと。やってるから、前言ってましたけど、神様といってこう僕らみたいなその神社のところで神様の手立つの同じことやってるじゃないですか。いや、同じ、うん、ですよね。同じ、全く同じ。だから大量のお酒を持ってくんですもんね。どう、大変なんよ。だから2ヶ月たまなかったら、1月釣り込むと日本酒大変ごっつい量で持っていかなかったから。でそれどれぐらいの量を巻くんですか、ぶわって。1回にさやな、500ml ぐらい巻くんちゃうから。わ、すごい。やっぱりそこですよ、皆さんね。YouTube 見てる人に絶対言いたいのは、やっぱり、できる人は、ああだこうだって、うさんくさいかもしれないけど、神様もちゃんと挨拶してますよ。一応、礼儀正しい。礼儀正しいことしてる。いや、俺ね、それ聞いた瞬間に、それは海の神様に愛されますよ。まあ、一応やってんな。うん、で、寄ってないわ。この人、何嘘ついてんだろうと思いました、今。本当にもう、まっちゃ。まあまあ、そんなことで、もう10時過ぎましたが、今日は。なんかこれ、多分5回やらんと次の話終わらんと思うんですけど、でも、面白いです。やっぱりね、まっちゃんのね、釣りのコミュニティやりでも面白いかもしれない。釣りのコミュニティ、釣り系のコミュニティ。まあ、なあ。だから要は日本人でもさ、例えば別に海外じゃなくて日本人向けにまずやってみるのも面白いなと思うんですけど、世の中にいっぱい釣りが好きな人って多いじゃないですか。で、その人たちに向けてもなんか釣りのさこととかもっと発信した方がいいと思いますよ。ちょっと違うよ。どういうこと？なんで俺日本のマーケットであんまり物売らんかったっていうのもやっぱり理由はあったりするんですよ。それは次回にしましょう。わかりました。うん、やっぱね、全然違うんですよ、世界。それすごく面白いですね。なんか、このシリーズでまたそれは深く聞きます。多分商売やる人もいると思うし、やっぱり僕の中でやっぱり、まっちゃんっていうのは釣りを大好きな人っていうふうに思っているので、
それはあの次回のお楽しみにやるので、まあ、今日はこんな感じ。遊びに対するスケールが違うって言ったらいいかな、はい、分かりやすいから。かっこいいわ。かっこいいわ。やっぱスケールのでかいやつらのところに合わさんと照準。いいっすね、まっちゃん、まあ、やっぱりまっちゃんのこの釣り絵の話は一番楽しい話聞いてて、個人的に。うん。うん。アマちゃんも楽しいからだと思うんですけどね。いや、だなあ、ほんまもう、またもう一回やろうかなとか思ってね。ああ、いいじゃないですか。いや、実は、ちょっと、ちょっといろいろな、まあちょっと考えてることあるんだけど、まあまあ、まあ、ちょっとしんどいしな、もうとか。まあまあ、年だからね。今、いくつでしたっけ。いやいや、そう言われた味に、もうあんま何もしたくないけどな。いや、それはサボりでしょ。それは、ばっちゃんね、サボってる、おっちゃんならやめた方がいいっすよ。でも俺が何もしたくないって言ったって、世界の人は許してくれないのよ、みたいなところが今あるんですよ。ああ、だよね。だから、まずは、松谷どこに引っ込んで早く出てこい、みたいな。あ、みんな言われてんだ。だから、まっちゃん自身、本を、書いて、釣りの本を書いて、それをリリースって、あの、よければね、本当に出版のね、会社の人がいれば、絶対出版したら海外に売れますから、絶対。ね、うん、リアル出版とか、紙出版とか、勝負せえっていう声が。紙出版とかさせてくれるとこ、どっかにありそうだけどな。ちょっとでも、うん。多分ね、まっちゃん自身が、おそらく、釣りの本とか人生本を出してくれって、アプローチされてるじゃないですか。でも、自分で書くのめんどくさいじゃないですか。まあ、YouTube 発信したものも情報誌して、それをうまくレイアウトしてもらって、チャット GPT 組み合わせて、うまくやれば本できるから、そういう企画書は出したいって。まあなあ、もう有名になるのも飽きたみたいなとこもあったりな。いやいや、もっと情熱持ちましょうよ。いや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 、やっとでも、次の話でして、こうやっと1年かけて、まっちゃんの、ちゃんとした次の話ができて嬉しいです。今日はもうあれやけど、次回からあんだけシャシャーねんから、この辺に貼り付けてな、これ何、これ何って聞いてくれたら、パン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 答えていくから。いやいや、そうしたら分かんないじゃないですか、まずその、まっちゃんとさ、話して聞きながら、俺だって、大量にもらってますけど、あれ、どのシーンがどの写真なのか、俺も分かってないからね。でも、びっくりするぐらい魚大きいやろ。あ、まあ大きかったですけど、まあそれちょっとなんかじゃ1枚だけ見てましょう、せっかくなんで、あの最後にね、あの一番なんかすごかったのが、わ、これわっちゃん若いなーと思って、あの俺の写真、そうそう若いなーと思ってたんですけど、これとかね、これとかだったんですけど、写真1枚だけ共有しますけど、これ若いな、若いまっちゃんだなと思って、これこれそういうね、横におるやつ、そいつはオーストリア人な。こいつでオーストリア、リア、ヨーロッパ、ね、あ、そいつな、はい、博士ない。はあ。でも、博士に対して肌が一丁のおっちゃん。博士、博士。これ、おいくつの時ですか。それ、34、5ぐらいちゃうかな。大体俺と同じぐらいだ、今の。大体ちゃうぐらいとちゃうかな。これだって今36度なんで。あ、でも、いいっすね。こう、なんか国を超えて、こう、グローバルにやっていくの最高じゃないですか。この人死んだんよな。え、この人自殺したんですよ。この後ちょっと後にオーストリア帰ってから。うん。そうそう。あ、自分の頭に銃で頭を撃ち抜いて死んだんですよ。この人。自殺したら無駄がいない、この人。まあ、そういう、こうのもあったりね。まあ、いろんな人生が、ね、あとあれちょっとあのロシアの悪党オラの写真ないか、ロシアの悪党わかんないんだけど、いろんな写真ありすぎて分かる。ああ、これかー、これかな、なんか悪党っぽい、一目で顔見たロシアみたいな顔してるやつ。あの悪党っぽいやつありますね、こいつですか。ああ、こいつはカザフスタンやな。ああ、そう、うん、どれだろうな。こいつ、こうロシアの悪党な、これ。これアクト、そうですか、アクトでございますか。こいつ相当悪いやつやからな。でも笑顔は素敵なやつなんですけどね。そう、これね、こいつ元 KGB なんですよ、でも、うん、こいつはな、俺にようネタくれんのよ、今でも。あ、こいつは松田に入ってくれると思いますか、もしかして YouTube 見てくれると思うかな。まあ、もうこいつ、この次の話はぜひね、あの、また次回に入れて、ちょっと次回、あの、ぜひ YouTube でも釣り好きな人はね、あのコメントもらいたいなと思いますけど、ね。そうそう。ちょっと待って、適当な英語でいいんで、最後に外国人に向けてコメントくれって言ってもらっていいですか。
適当な英語でいい。これ日本語でやってるからそんなこと言うたらコメントするか。釣りの動画。いやいや、釣り好きの人がもしかするとクリックしたときにこれ最初に持ってくんで、最初の冒頭に持ってくんで、英語で言ってもらっていい？ない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 。適当に言ってください。なんか釣りのやつをブワーって出しちゃったら一気にワーって寄ってくる。まあ次ああいう画像を使いながらまたあれでしょうか。大体わかりましたんで、はい、じゃあ2回目も、はい、ここはどことかな。はい、じゃあここら辺で。今日はありがとうございました。またよろしくお願いします。お疲れ様でした。はい、失礼します。